まあ決して部下に尊敬されるマネージャーになりましょうなんていうことは僕も言えるような立場じゃないんで、ね、そんな話は目指してやるべきじゃな、やる、やってる、やる必要は全くないと思うんだけど、やっぱりその部下の立場からしたらね、この沙織ちゃん5歳からしたらね、まあそのマネージャー、頼りになるわとかね、尊敬できるわとかって、やっぱり見習いたいわねっていうようなマネージャー多分欲しいと思うんだよね。それはそうだと思う。で、そんな中でその美学だとかなんとかっていうのはどういうふうにしなくちゃいけないのかっていうと、やっぱりこの辺はね、会社として当然マネージャーさんの上には、まあいろんなね、重役さんだとか経営者だとかたくさんいらっしゃると思うんだけど、会社として目指している、まあ成果と、それから会社として目指しているありたい姿っていうのかな、まあ経営理念的な話ね、この間に何を置くかだと思うんだよね。で、ここでマネージャーさんっていうのが、なんつったらいいんだろうな、例えば規範だとか美学って言ったものが、まあいろんな経緯を経て今マネージャーっていうポジションについてらっしゃると思うんで、まあここは多分ね、マネージャーによっては変わってくると思うの。ただ、そのマネージャーによって変わってくる中でいう、マネージャーによっていろんな行動だとか判断だとか言動とかって異なる中でね、この自由っていう中で絶対的にやっぱり守んなくちゃいけないことってさ、あなたの美学に基づいて今の行動をしてるんですかっていうことを常に、本来マネージャーは自分で自分に刃を突きつけてないと、常に突きつけないといけない立場なんだよね。やっぱそれが、規範になる人っていうかな、お手本になる人みたいなとこにつながってくるはずなのよ。やっぱりそういう厳しさって必要だと思うんだよね。ただ、この厳しさと自由っていうのって少し背反してるね。いわゆるちょっと異なる印象があるんだけど、僕は実はイコールかなと思ってんのね。なんつうんだろうな、自分に対して律することなく、まあ、いわゆる律することなくというよりも、刃を突きつけずね、いわゆる美学を守るかどうかっていうような、ね、自分の規律を守れるかどうか、いわゆる、それが当然、社会的なのか、会社的なのか、チーム的なのかっていう言い方はいろいろあるんだけども、それに、をまとめ上げる規律、規範、美学っていうものを自分はちゃんと持ってるかっていうことを意識してないマネージャーだとしたらさ、これはきついよな。まあ、切っちゃい切っちゃいってさ、簡単に言うんだけど、まあね、沙織ちゃん多分切れる立場じゃないだろうからさ、なんとも言えないんだけど、やっぱり、ね、今このコロナの時代で、特になんつうんだろうな、在宅勤務になって、ね、なかなか会えなく、いわゆるリアルタイムでこう喋れなくなってる、空気が読めない中でね、難しい話はあるんだけども、やっぱり少し仕事に対しての美学だとか規範、自ら律するための規範ってあるじゃない？それを自己責任として、あなたは何持ってんですかっていう話はね、何らかの形で問い詰めた方がいいと思うよ。まあ大体のマネージャーっていうか、まあこの手の多分ね、マネージャーさんって、よいしょ、変えようか、履き違えてるような印象をね、いわゆるメンバーから履き違えてんじゃないかって言われるのは、マネージャーさん多分何も考えてないと思うんだけど、やっぱり部下のメンバーの役割として、刃を突きつけるって言い方は僕は正しくないとは思うんだけど、やっぱりその緊張感って絶対的に必要だと思うんだよね。緊張感の中にどれだけ自由に振る舞えるのか、どれだけ自由に解釈ができるのか、自由に判断ができるのかっていうのがね、僕はチームとしては一番重要かなと思ってるんで、その緊張感っていったものを、なんかの形で突きつけた方がいいような気がするけどね、なんか言ってやってくださいって意味で言うと、そうだな、じゃあちょっと代わりに言っとこうか。てめえら仕事舐めてんじゃねえぞっつって。こんな感じだよね。お前ら男のくせしてお前美学も何もなしで仕事してんだろうって。僕は思うね。
別に、ね、尊敬されるマネージャーになりましょうだとか、お手本になり、お手本の社会人になりましょうなんていうのはね、こんなこと別に目指す必要ないんだ、こんなやぼったい話、こんな粋じゃねえね、やぼったい話なんかしちゃ絶対ダメだと思うんだね、僕はね。うん、たださ、やっぱり自らの美学を常に自分で問えるかどうかっていうね、マネージャーになってほしいよね。まあさ、まあね、沙織ちゃんのね、いる会社どんな会社だか分かってるような分かってるようなところなんだけどもさ、まあ沙織ちゃん出世しろや、自分でな。まあそれしかねえや。でやっぱりあのお手本になる必要を目指す、そこは目指す必要ないんだけどもさ、うん、やっぱりな、美学のあるさマネージャーさん欲しいやな。うん、もう一回言っとく、マネージャーお前しっかりてめえの美学ぐらい持ってさ、自分律してさ、本当にさ、かっこよくやろうぜ仕事。あの自由な振る舞いとかっこいい仕事ってさ、意味ちゃうからな、これな。その辺よう分かっとないとさ、本当みっともないと思うよ僕は。以上、まあ沙織ちゃん頑張れ。